Look at James Harden loving his teammate, laying it in. 皆さん、こんにちは。ダンクマンよしです。今日の NBA も色々ありましたけど、やっぱりね、あの、エンビードによる51点、エグかったですね。まあ、相手はね、今シーズン絶好調で、なおかつ現在、ウエストの1位でランクインされている、ウルブスだったんですけど、この51得点を取っていたエンビードと、あとは34点を取っていたタイリース・マクシーの2人でね、完全に粉砕しましたね。というわけで、次の話題は、LA の2チームについてなんですが、いやーもう完全に明暗がね、分かれていますね。 というわけで、まずは、アンの方から見ていきたいんですけど、そう、ロサンデルス、レイカーズの方。まあ、結果から言っちゃいますと、今回も彼らは、シカゴブルズに対して負けてしまって、これで彼らのインシーズントーナメント優勝後の成績は、1勝4敗となってしまいました。いや、まあ、そのね、インシーズントーナメントを勝ってから、その直後はマーベリックスに負けて、で、その後はね、なんとかスパーズに接戦を勝ったんですけど、その後はスパーズ、ニックス、ブルズに3連敗。いや、なんかね、今シーズン のレイカーズはいいかなと思ったらすぐに悪くなったりして、もう全然安定しないというか。あとはそのレイカーズの優勝バナーをね、この度そのステープルセンターじゃなくて何でしたっけ、クリプトドットコムアリーナのね天井に掲げるっていうことをしましたけど、この件に対しても本当に賛否両論あって、いろいろね言われていましたよね。 でもまあ個人的にはね、別にどっちでもいいかなーって感じだったんですけど、このね、最近のチームの調子を見ていると、もしかするとそうしたことによってね、ちょっとその選手の気がね、緩んじゃった可能性も否定はできませんね。そしてあとこの不調の原因についてなんですけど、まあいろいろ言われていて、まあ選手はもちろんのこと、あとはヘッドコーチのダービンハムにもね、結構その批判が集中していて、例えばその戦術だったり、あとはその選手の使い方だったりに対していろいろとね、言われていますね。そして で、その選手の使い方に関連して、八村塁とトリアンプリンスのね、どっちの方をもっと使うべきかっていうことも、ちょっとね、議論されているようですが。 ま、あこうして見てみると、平均アシストに関しては、トリアンプリンスが勝っている一方で、でも平均得点と平均リバウンドは、八村塁がリードしていて、あとは一応、スリーポイントとフリースローの成功率もね、八村塁がリードしているんですが、やはり大きく差が開いているのは、平均プレイタイムで、八村塁の23.3分に対して、トリアンプリンスが30.6分。ま、だからこういった部分を見たファンが、ね、そのトリアンプリンスよりも、八村塁の方を使うべきだとか、そういった声もね、 見るんですけどまあこれはおそらくねそのスタツに見えてないディフェンスによるところがね大きいんだと思いますそしてまあディフェンダーとしても八村塁はね体格も大きくてその高さも出せるからその大きなプレイヤーやあるいはそのジャンプ力が高い選手に対してのその縦の動きそこはねできるんですけど そのちょっと早いウィングプレイヤーとかだったらトリアンプリンスの方がね、ディフェンスはできるから、まあどうしてもね、現在の需要的にトリアンプリンスの方がね、使い勝手が良くなってきちゃうから、このあたりに関してはね、ちょっともう現在のチームの構成上、しょうがないんじゃないかと思います。というわけで最後に一応ね、このレイカーズとブルーズのスタッツもね、見ておきたいと思うんですが、まあ見ての通りね、今回八ル類はプレイタイムが16分で、シュートは3ポイント1 一本含む九本中、二本成功の五得点、五リバウンド一アシスト。プラスマイナスに関してはマイナス十二だったんですが、その一方で、トリアン・プリンスがプレータイムー。三十四分のスポイント、四本含むシュートは十本中、五本成功の十六得点。四アシスト、四リバウンド。一スティール、一ブロック。プラスマイナスに関してはマイナス七ということで、やっぱりこう見てみてもね。今回も彼を使いたい気持ちはね、すごくわかりますよね。 そしてまあアンソニー・デイビスに関してはね、一瞬怪我をしたかと思ってヒヤッとしたんですが、まあなんとかその後もプレイをしていたから、多分今のところは大丈夫だと思います。そしてそんな彼はね、19得点14リバウンドのダブルダブルで、あとは3シスト、2スティール、2ブロック、あとはレブロン・ジェームスもこの前に引き続きほぼほぼトリプルダブルの25得点9アシスト、10リバウンド、1スティール、2ブロックと超マルチな活躍で、あとはオースティン・リーブスも クスマンとして21得点でもまあ今回の範囲を上げるとしたらもう間違いなくレイカーズのディフェンスの悪さでっていうのは今回シカゴブルーズがね主にデマーデローザンが27得点9アシストとやりたい放題で あとはもうこのようにざっと見てもね、もうほとんどが2桁得点を取っている感じで、このパトリック・ウィリアムスが15点、そしてブチェビッチが13点、コービー・ホワイトが17点で、アレックス・カルーソが15点、そしてアンドレ・ドラモンドが11点。 点でジェボンカーターが10点そしてドスムが14点とだからもう今回ブルーズはそのスタメンの5人プラスベンチの3人が2桁得点ということで8人も2桁得点しかもこれ3ポイントの成功率が今気づいたんですけどなんと34本中18本を沈めていてその成功率が脅威の53%まあこれだったらねさすがに勝てませんよねというわけでレイカーズが本当にやばいんですが皆さんはこのレイカーズに関して どう思いますかコメント欄で教えてください。 というわけで次はその LA の名の方を見ていきたいんですが、そう、現在9連勝中のクリッパーズ。そう、もう9連勝って言っちゃったんですけど、今回もね、あの、ルカドンチッチのマーベリックスを倒して、これで彼らは、なんと現在9連勝。いや、もうさすがにこれはね、予想できませんでしたね。っていうのはあの、ハーデンが入ってきたくらいの時の6連敗からのこの9連勝ですからね。いや、もう今回彼らはね、そのポール・ジョージがちょっと調子が悪くて、プレイができなかったんですが、もうそれも関係 なしでっていうのはもう。最近この男カワイレナードが本当にヤバくて、彼はね。今回は30点だったんですけど、この前が28点、その前が36点、その前が27点で、その前が31点、そして34.41点,点ともう見ての通りね。完全に波に乗っちゃってますね。 まあだからこの活躍がもしも続いたらワンチャンその MVP もあるんじゃないかと個人的には思ってるんですけどいやもう自分としてはね唯一その自分の大学から現在プロで頑張っている選手の一人なんで本当に嬉しいですねいや違いますねラプターズのマラカイフリンもねサンデーゴステートでしたねでもまあそんなことはさておき今回のクリッパーズの数字を見てみると先ほども言ったようにカワイレナードが30得点10リバウンド5アシスト1スティール1ブロックと大暴れであとは前回大爆発をしていたジェームス・ハ アーデンが17得点11アシスト2ブロックのダブルダブルであとはノーマンパウェルが21点だったんですけどこの男ウエストブルックも今回は好調でシュートは9本中5本成功の10得点3アシスト6リバウンド2スティールでプラスマイナスに関してはプラス15でした いやもう本当にね、現在チームの雰囲気もすごくいい感じですし、あの試合の終盤の方にね、カバレナードがそのインサイドでユーロステップを決めて決めた際も、あのウエストブロックはもちろんのこと、ハーデンのリアクションもね、最高でしたね。そしてこの前のクリッパーズの動画でも言ったんですが、彼らはこの9連勝の間に、ちゃんと競合のチームも倒していて、このマーベリックスもね、今シーズンは紛れもなく競合チームで、先ほども言ったようについこの間もレイカーズのことを倒してますからね、そして気になる順位の方も最後に確認して おきますとクリッパーズはこの9連勝によって現在の成績は17勝10敗でウエストの4位でもその一方でレイカーズに関してはこれによって15勝13敗のウエストの8だからもうだんだんとね何かこう見えてきましたよね っていうのは現在のこの西の勢力図を見ていても、この現在上位のウルブス、オカロホマ、ナゲッツ、これらの3チームがそのプレオフレースから脱落する可能性は非常に低いかと思います。でもそのテリトリーに現在このクリッパーズが割って入ろうとしている感じで、あとはキングスとマーベリックス、この辺もね、もうプレオフは硬いですよね。まあ、だから残りのスポットをね、その下のペリカンズ、レイカーズ、ロケッツ、サンズ、ウォリアーズあたりで争っていくことになると思います。 んですけど現在のチームをすべて考慮してもちょうど1チームねそのプレイイントーナメント圏外にねはみ出ちゃいますからねそして恐ろしいことはまだまだそのこれらのチームのポテンシャルが見えてない感じでっていうのはウォリアーズに関してはねこれからドレモンドグリーンも戻ってきて全然まだねその競合チームに表変する可能性もね残っているかと思いますし あとはフェニックス・サンズも最近ね、そのブラッドリー・ビールがまた速攻離脱しちゃって、チームとしてもね、最近はなかなか不調ですが、彼らもね、すぐにそのまた強豪チームに表現する可能性も残っていると思いますし、あとはね、不調だった昨シーズンから見事に巻き返したダークホースのヒューストン・ロケッツ、そしてペリカンズもね、なかなかのコマ揃ってるんで、こうしてみるとレイカーズは本当にプレオフすらもね、本当に厳しい戦いになりそうですね。はい、というわけで今回はね、その L.A. で明暗が分かれてるっていう話をしていったんですが、皆さんはこの件に関してはどう思いますかコメント欄で教えてください。というわけで最後にダンカマン投稿をしていきたいんですが、最近バッシュ界がね、賑わっていますね。っていうのは先ほど見たニュースでは、あのデンバーナゲッツのニコラユキッチが中国のブランドと複数年のシグネチャーシューズ契約を結んだそうで、これはね、気になりますね。 っていうのはこれまでバッシュ界はね、そのジョーダンブランドはもちろんなんですけど、あとはその KD やレブロンを筆頭としているナイキあとはその自分が大好きなデレック・ローズやハーデンがいるアディダス、そしてあとはステフィン・カリーのアンダーアーマーもあるんですけど、あの76はそのジョーエ,エン・ビードもついこの間スケッチャーズと契約をしていて、あとはラメロ・ボールもね、ついこの間プーマと契約をしたそうですね。そして確かあのレイカーズのオースティン・リーブスもね、中国のブランドと契約をしていましたが、いやもうこれからはね、その様々ま ブランドによる NBA 選手のシグネチャーシューズがね増えてきそうですね。なのでもしも皆さんがおすすめしているシグネチャーシューズなんかあったらぜひぜひコメント欄で教えてください。はいとな感じで今回は以上なんですがこの動画も楽しんでもらえたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。